全部お前のせいだ。お前のせいで私はこんなだった。メリコ、私はハウス、シャリアを飲み込む無限の闇だ。今日こそ貴様を倒し、私の一部として取り込む。やめろ。世の中には自分の力ではどうすることもできないことがある。この残酷な現実に僕はただ立ち尽くすしかなかった。だがその時僕はまだ知らなかったのだ。これが悪魔の戯れのほんの始まりに過ぎなかったことを。この光を見てるとね、なぜか心が落ち着くんだ。微粒子のささやきを聞いているような穏やかな気持ちになれる。この光が地球の運命を大きく変えようとしているなんて誰が信じられるでしょうね。サイタリコの一件は彼らも注目してるよ。彼ら、つまり来訪者たちのことですか。もしもし、カズキだけど。カズキか。あんたな、人事異動になってからちっとも電話してこんがマメなのかな。ちゃんとご飯食べんと確かんよ。ああ、前に言っとったリコさんって娘さんに作ってもらっとるんかな。母さん。何が。俺近いうちそっちに帰るかもしれない。何、どうしたのにさ。仕事で何かあったんかな。和樹聞いとるんだよ。和樹、これが新たに開発された対巨大ビースト用新兵器ですか。そうだ、チェスターの新フォーメーション、メガキャノンチェスターだ。チェスターベータのメガキャノンにガンマのメタルジェネレーターを接続することで、ストライクチェスターに比べバニッシャーの威力は 25% もアップする。でも戦車タイプだとアジリティが落ちるわよね。要は使い分けだな。ビーストの進化に合わせていろいろな対応が必要になってきてるんだ。なるほどね。ところでコモン君はどうしたの。どうしたんだろう。今の顧問はまともに任務につける状態じゃない。しばらく休暇を与えた。休暇ですか。ナギ、誰もが強い心を持ってるわけじゃない。悲しみの淵から抜け出すのに時間のかかるやつもいるんだ。ミゾロギはそんな弱い心につけ込むんです。だがミゾロギがサイダリコの件にどう関わっているのか調査では何もわからなかった。だから直接聞きたいんです、顧問隊員に。それに私だって彼を助けたいと思ってるんです。全部置き去りにしちゃって、希望
で自分を苦しめている囚人。そんな僕にさよならさ Transformation。 闇が怖くてどうする、あいつが怖くてどうする、足踏みしてるだけじゃ進まない。男なら誰かのために強くなれ、歯を食いしばって思いっきり守り抜け、転んでもいいよ、また立ち上がればいい、ただそれだけ、できれば英雄さ。男なら誰かのために強くなれ、女もそうさ、見てるだけじゃ始まらない、これが正しいって言える勇気があればいい、ただそれだけ、できれば英雄さ。頑張るクイナ君。リコ。リコ。リコ、ちょっと待ちなさい。行っちゃう。急がなくても動物は逃げないよ、リコ。だって全部見るんだもん。ゆっくりしてらんないよ。よし、写真撮るぞ。そこ並んで。お母さんもほら。あ、そうね。はい。よし、行くぞ。はい。はい、チーズ。すいません、写真撮ってもらえませんか。はい。はい、チーズ。ありがとうございました。いえ。お兄ちゃん、じゃあ次ゾウさん。お、ライオンは？ライオンどこ？もうリコ欲張りなんだから。ライオンもゾウもキリンもリコが描く動物っていつも家族ばっかりだよね。うん、大学のね、卒生のテーマだから。家族の肖像。家族の肖像か。いつか君の家族も紹介してほしいな。紹介したくてもできないの。だってあなたのせいでみんな死んじゃったんだもの。リコ。リコ。リコ。半年前のあの日よ、私たち家族が殺されたのは。ここであなたと出会ったその夜、私たちはビーストに襲われて死んだの。全部あなたのせい。顧問和樹、やはり心が弱い奴ほど痛ぶりがいがあるな。俺は溝呂木信也だ。お前の仇だよ。どうやら第二幕の幕開けみたいだ。
斉田莉子は俺の操り人形だったのさ。お前が莉子を。面白かったぞ、お前たちの恋人ごっこを見ているのも。やるな。どうしたの顧問くん、悪い夢でも見たんじゃない？夢？そう。リコ、本物なんだね。生きてたんだ。よかった。パパ、ママ、いつも言ってた彼よ。どうも。はじめまして。僕、顧問和樹と言います。されてはならない。リコ、リコ、リコ。鈍感。半年間何やってたんだお前。みぞろぎも面白い遊びを考えたものだなあ。なに？
つまりミゾロギ深夜は顧問隊員がやがてナイトレーダーの一員になるということまで知っていたと。サイクロプスの悲しみってわかる？古い神話の怪物ですか。予知能力を授かって自分の死の時さえ知ってしまった哀れな者どもさ。全てはこの光が降り注いできた時始まったんだ。28000光年彼方の M80 サソリ座救助星団で起こった超新星爆発。その光の到達とともにビーストも現れた。ビーストの体がアクティブになった時に発せられる振動波は超新星の残骸から今も降り注ぐこの特殊なニュートリノに反応しているんでしたね。ヤーナギ、よく来てくれたな。人間が壊れていく様を見るのは楽しいぞ、ナギ。どうして彼を？俺は力を得た。悪魔メフィストの力をな。この力でお前たち全員をズタズタにしてやる。一体なぜ？お前のためだよ、ナギ。私のため？そうだ。お前も早くこっちに来い。ふざけないで。ふざけてなんていない。お前にはその資格がある。顧問はお前にそれを気づかせるための道具だ。僕はダメ人間だ。誰も救えやしない。闇に囚われるな。失うな、コモン。二層の干渉もそこまでだ。遊びがいがあるからな。顧問隊員大丈夫？顧問隊員しっかりしなさい。副隊長、あなたの悲しい気持ちはわかるけど、いつまでもそこに留まってちゃダメ。彼女だってそんなこと望んでない。違う？
本当に彼女のことを思うならビーストを憎みなさい。え？その憎しみを力に変えるの。タイに戻って。副隊長、どうにかしてもらえて。これっきりだぞ。もう、さっきのお兄ちゃんだ。写真ありがとう。バイバイ。当時内閣情報調査室次長補佐だった私は命を受けティルト J の管理官となった。だがその私でさえ真実をどれだけ知っているのか。例えば来訪者たちのこと。管理官は全てを知りたいの。いいえ、知ったところですぐ消されるだけですから。でもこのままではいずれ誰かが忘却の海を知りたどり着くでしょう。レーテの解放、それが好ましいことかどうか僕にもわからない。おい、なんだありゃ。人間じゃない。俺はただ俺が得た光の意味を探し続けてるだけだ。これが俺の今の姿、俺の力だ。イゾロギが